特緑のやつね。はい。ありがとうございます。はい。まあ今回ですね、アンケートで2つ質問あるということなんで、こちらで回答させていただきたいんですけども、えー、まずそのアドリブですね。アドリブで話すのに、その構成とか流れはあるのかというところで、取り始める前に内容を考えてるのかと。こちらなんですけど、1ミリも考えてないですね。 1> 1ミリもただたまにそのテーマはねこれ話そうっつってテーマテーマタイトルですねタイトルは決めることありますけども基本決めるとするならば決めることがあるとするならばタイトルだけですねはい、はい、でこれはじゃあなんでそんなうん話せるのかっていう話なんですけどこれはね結論慣れなんですよ要はアドリブで話すという慣れです もう一度ますね、アドリブで話すというれですこの前、鷲津さん、福岡で鷲津さんとちょっと対談したんですけども、鷲津さんっていう、まあ、ブックメーカーやられてる方なんですけど、もう逆、アドリブでしかできないって言ってました。鷲津さんも全く初心者だったんですよ。で、一本の最、一番最初の動画撮るとき、一本4時間かかってますから。で、その時に編集とかめっちゃしてたんですけども <laughs> あの、その当時、鷲津さんは動画撮るときに4時間です。 何話そうとか。でも今はもうどうも落ちてアドリブで全部。てかアドリブじゃないと話せないですみたいな。これ慣れなんですよ。鷲津さんも多分もう2000本ぐらい、1000本ぐらい撮ってるのかな。か慣れですね。要はアドリブで話すという慣れですね。アドリブで話すという慣れができると最強です。だって原稿作んなくていいんで。多くの人ってその原稿を作ったりとかするんでそこに時間かかるんですよ。 うん、だから結局そのトータル的な最終局地で考えた時に確かに原稿を書くそして原稿のスピードを速めるっていうのも別に悪くはないんですけども結論原稿を書くという時間が必要じゃないですか絶対的に、うん、でもアドリブだと原稿を書くという時間が一切ないのでどうあがいても最終的にはアドリブで話した方が早くできるんですよだからそれは。 まあ自分が最終的にアドリブで行きたいんだったら、もう今からアドリブでやるべきですね。で、そこに慣れるっていうとこですね。うん。だから、鷲津さんなんかね、1本4時間ぐらいかかってた人が、今アドリブでしかできませんっていう話なんで、じゃあ、なんかそれコツあるんですかみたいな。コツは量ですね。量です。例えば、その、うん、まあ、チャリンコと一緒ですよ。チャリンコと。 チャリンコもなんか乗る順番あるんですかみたいな話じゃないですか,なかペダルに足も右足を45度乗せてとかえっ、ー、と毎分何秒で漕ぐとかいう構成ありますかみたいな話じゃないですか <laughs> チャリンコって別にフーンみたいな感じじゃないですかすいませんねなんか長嶋茂雄さんみたいですけどフフンみたいな感じで乗れるじゃないですかでフフンって乗れるのも結局練習量があったからフフンって乗れると思うんでなんかそこに対してなんかその ね、左足から乗せないといけないとか特 <laughs> になくないですか <laughs>、うん、だからそれはもうあのコツがあるとそれならばもう圧倒的な量ですねまあそれは自転車が自分が乗れた理由も多分そう量だと思うんで、うん、だから要は逆にこ,れをこの質問をすると分かりやすいかもしれないですけど日本語の言語を話す時に頭で考えて「あ」って考えてじゃあ「あい」 あを言おうとかね、うを言おうと考えて言ってるのかって話なんですよ。友達と話すときに、言語を頭で考えて、えーあのあ、それ大事だよねって言おうと思って考えて言ってからこう言ってるのかっていうと違うんですよ。まあ、反射的にその言ってるじゃないですか。友達と話すときって反射的に、あ、そうだよね。あ、そっめっちゃ面白くねみたいな。反射的じゃないですか。そのめっちゃ面白くねっていうところを考えて出してるのかっていうと、出してないんですよ。反射的なんですよ。 だこれも慣れると結局そういう感じで出せるってことです。だからその友達と話す時順序立てて構成立てて話してますかっていうなんか質問とおかしくないですかうん。だからそれも日本語の言語とかも結局その親の最初僕たち生まれた瞬間に親の言語をね話す言葉は圧倒的に聞いてるわけですよ。反復で。そう。 で圧倒的にこう練,練習してるというきんことではないんですけど、まあ、そういう環境じゃないですか,、うん、だかそれで僕たちは日本語の言語って一番難しいんですよねでもそれを習得してる理由っていうのはそういうことなんでだアドリブもその練習すればあそうできるってことですね、うん、だから感覚というか、うん、なんか、うんまあ、頭で考えてるというもう 形じゃないですね先ほど言った通り友達と話す時に考えながら話してるのかっていうとそうでもないと思うんで反射反射的にこう話せるようになります、うんはい、じゃあ2つ目ですねこれ FX のやつなんですけどもこれはですね FX の商品をまあこう販売していきたいっていうことなんでうん ベストはですよ。ベストは専門チャンネルです。まあ、ここでも書いてある通り、その他のライバルの人がそうやってないじゃないですか、ね。他の人がやってないですよね。で、なんでやってないかっていうと、専門的なチャンネルの方が売りやすいんですよ。要は、FX の商品売りたいんだったら、FX で集客して FX の商品売った方が間違いなく売りやすいんですよ。だダイエットに興味ある人に、ダイエットの商品売った方が売りやすくないですかって話なんで、だからほ、ほとんどの人は、バイナリーとか FX とかも、 専門チャンネルを作っっててでででそれで商品売ってますであの僕みたいにこれは YouTube バンクにも載せますけど僕ってもうぐちゃぐちゃやってるま僕の場合はもうぐちゃぐちゃじゃないですかめちゃくちゃぐちゃぐちゃだと思うんですけどそのぐちゃぐちゃでもどうやって僕が、うん、YouTube の方をやってるのかっていう実はこれはね僕のやり方があるんですよでいろいろ検証して僕のやり方僕のノウハウっていうのを作りました まあ、ノウハウって言ってもすごく簡単なんですけどね。ただでも多くの人はそこを見落としてますで。これ結構ね、セミナーでも話すんですけど、まあ、やってる人少ないですし、ほとんどやってないんですよ。てかやってないですね。うん、そこを考えてやってないんです。僕、いろいろ検証して、そこに行き着いて、そ,それなんでかっていう話もできるんですけど、ほとんどの人やってないですし、あ、どうやってやるんですかみたいなしょ。YouTube 初心者の人とかは特にそうですけど。 まあ、そもそも僕みたいなやり方をやってる人はいないですからだ、だから僕の考えに行き継ぐ人はいないんですよ。いろいろ僕も超やいろんなことやってきたんで。<laughs> なんで、まあ、それは YouTube 番組の方で話します。ただ、まあ、ここの質問の内容で、えー、回答させていただくならば、自分の FX の商品を売りたいんだったら FX の専門チャンネルを作るべきです。ただ、 そのトップバスとか自己アフリートとか、まあ、お金に関する属性は合ってますんでできないことはないですだぐちゃ、うん、僕なんかお金にか関係ないやつもやってるじゃないですかだかお金系の商品を扱ってくるんだったら別に何でもいけるっちゃいけるんですよだってお金の悩みって絶対あるんでうんお金の悩みは絶対あるんで誰もなんか僕なんか月収1億もらっててお金の悩みありませんみたいな富豪の息,息子ですとか あんまいないじゃないですか。か基本的にお金の悩みは全員あります。なので、どんなジャンルでもお金系はいけます。お金系はですよ。お金系と人間関係は結構いけると思う。要は人間のその稼ぎやすいジャンルって、僕結局いろいろ見てきたんですけど、やっぱお金の悩みはね、一番強いんですよ。うん。な僕は、このジャンルで良かったなと思いますね。うん。だって全てにリーチできるんで、どんな、どんな切り口、 入り口にしたとしてもお金の意味はほぼ持ってるんでうん。だからまあお金系のコンテンツ商品を扱うんだったらどのジャンルでもいきますただしっかりとしたその戦略というかある程度こういうふうにやっていくっていうのがないと難しいかなっていうところですねうんそう,、はいそううん、まあじゃあなぜライバルがまあそういうふうにやってるのかっていうところはそういうところですね単純に ダイエットに興味ある人に対してダイエットの商品を売るっていうそのために専門チャンネルを作る専門性を出すってことですね要は何か知りたいこと何か知りたいもの何か知りたい時ってうーん例えばちょっと古い例え話ですけどもうん漢字をね漢字をの意味を知りたいと 漢字の意味を知りたたいってなった場合漢字辞典とか国語辞典とか専門の書を見るじゃないですか専門書なんかその料理本見ないですよねな漢字の意味知りたいってなったら、まあ、国語辞典とか漢字辞典見るじゃないですか、まあ、今 Google で検索すると出てきますけど、まあ、昔はそんな感じじゃないですか料理本見ないですよねって話ですだから何かあの悩んでる人っていうのはその専門性があるものを見たいんですよ 何か悩みを解決したいっていう人は専門あこここあ俺の悩みがここに全部あるなっていう専門的なでもそこに料理番組みたいにろいろあるとなんか何だこれみたいななる部分あるじゃないですかだから鉄板は専門チャンネルですただし僕みたいにこうやる方法もありますでもねこれ結論言うと売上げを上げていくんだったら売上げを大きく上げていくんだったら絶対専門チャンネルですよね 先ほど言った通り国語辞典か漢字辞典って料理番組見ないですから料理本見ないんで売り上げを大きく上げたいんだったら専門チャンネルです、うん、例えば月に1000万2000万3000万とか1億とか狙うんだったら専門チャンネルですね例えば僕の熟成さんで1000万上げたカードリーディングやってる人がいるんですけどそのカードリーディングのチャンネルはカードリーディングがほぼメインなんですよ 僕みたいにやってないですよ。カード、カード引いて、その、それに関するコ,コンテンツしかないんで、ほとんどが。うん。そう。まあ、そんな感じですかね。うん。まあ、あとは、まあ、YouTube バンクでもいろいろとお伝えしてきますんで。だから、まあ、うん、僕みたいにやりたいんだったら結構大変ですね。何が大変かっていうと、その、 例えば料理で集客するとするじゃないですか僕男飯とかまあいろんなやつありますけどじゃあそれで,それで集客それを見て集客したとするじゃないですかじゃあ僕のメインのお金系の商品をこの人に売るとするならば一本のコンテンツ内容でなんか響かせるっていうかこれは結構スキルが必要ですトークスキルとかなんかこの人ちょっとちゃうなって思わせるようなトークスキルがやっぱ必要ですよねなんかこの人なんかな,なんかんみたいな うん、それは僕が漁をこなしてきてるんで人とは違う切り口でいろんなことを話せるんでなんかこの人面白いなとかこの人なんかちゃうなとか別に無料講義もいくらでも作ろうと思えば作れるんでだから商品セールする時とかはホワイトボードある時とかは僕は無料講義ありますけども即興でいくらでも作れるわけですよそうするとその料理で来たけどその無料講義のホワイトボードのを見てあなんかすごいいいこと聞いたなってなったら一発でそのなんか 関係性を深めることとできたりとかす,るんですようん。な感じですかね。うん、かそこはちょっとスキルもちょっと必要ですけどね。うん、だから僕はその、うん、分けてるというかエンタメ色と、まあ、真面目に言うところとしっかりとセグメントしていてっていうところでまあちょっと難しい部分はありますけどね。 はい、まあいろいろぐだぐだ言っちゃいましたけど、まあ、FX の動画で、えー、撮っていくんだったら完全に FX の専門チャンネルを作ってください、うん、そっちの方が早いんで、うん、例えば FX で副,副業え FX で月、えー、30万を稼ぐ専門チャンネルとか30万を安定的に稼ぐとか分かりやすくないですかうん 多分 FX を初心者から始めようとする人って僕の動画でもあるんですけどこれね再生されてるやつがあって5万を1億だったかなこれ結構再生されてるんですけどなんだっけ投資で投資結構このこの大体コンセプトとしてはこの2つで少子金をでかくするか少子金をでかくするかう 堅実的に上げてていいくかっていう現実的に10万20万を FX で取っていくとかまあこの2つです大体でも一番なんかリーチがいくのがあれですねうんうん少資金で100万だったかな百万を100万を1億だったかなこれ結構回ってたような気がするんですけど まあそういうの好きなんで、僕も昔 FX のレターとか超書いてたんで、投資、投資、どれだっかな、まあ、動画ありすぎるんで、100万を1億にする方法だったような気がするな。あ、これです。いきました。100万を1億にする方法、5600回回ってますね。 100万を1億にする方5600回回ってます。5600です。これが2017年7月1日、あ今日ですね。2年前に撮ったやつだ。2年前の今日に撮ってる。2017年7月1日にアップロードしてますね。2年前に撮ったやつが5600回回ってますね、うん。だからこの100万を1億とか5万円を。 だから本とか何でこれが好きなのかっていうと本とかもそうなんですよ。ただ大学生の僕がいくらをいくらにしたとかあの本屋行けばこれ系すごい多いです。でなんでこれ系が多いかっていうと少子金でどう増やすのかっていうだから少子金しかないんでねだからあのそこが本のタイトルとかもよくそれ使われるってことですね。 少資金をどう大きく増やしていくのかっていうところ結構いいと思いますよだって僕これ5600回回ってるじゃないですかでも別に僕通しちゃってないんですよ <laughs> 僕通しちゃってないんでだけど5600回回るっていうだからこれがじゃあ何ができるかっていうとじゃあ自分が FX やってるとするじゃないですかで本屋,本屋さんに行くとこう,こういう類の本いっぱいあるんですよ だからそれを変わってきてまあこういう本ありますけどもうんなんだ世の中にはこういう本ありますけどみたいな話ででもこ,この考え方じゃダメだよみたいな話いくらでもできません多くの人が失敗するパターンみたいな確かに100万を1億にすることは不可能ではないとでもじゃあその実際に100万を1億にした人たちっていうのはどういう考えどういうロジックでやってるのかっていうとこういうロジックですと でも100万を1億にしたいっていう人のベースっていうのは基本的にギャンブル志向が高いのでギャンブルだと絶対勝てないでしょってだから100万を1億に、えー、したいって検索してる人はもうそもそも投資のセンスがないと、うん、買うセンスはあるけど投資のセンスはないと <laughs> みたいな <laughs> 切り口で話すとズバッみたいなね <laughs> 俺俺見てるやんみたいな今俺見てるみたいな <laughs> これ刺さりますよね とかまあそんな感じでいくらでも話せると思います。自分が100万を1億にしなくても、うん、じゃあ一番初心者の人が目指すべきところっていうのはちゃんと月利でちゃんと3%とかね2%でもいいんで月利でずっとコンスタントに月利でこう出していくいくら儲かったとかじゃなくてパーセンテージでしっかりと。 この月利ナンパで安定的に出すすっていうところをまず目指すであとは月利で何パー出せればあと資金量を増やせばいいだけだからっていうで資金量を今度増やした時の今度メンタルメンタルがあるんで、えー、このメンタルフィジカルの部分をしっかりやっていくっていう例えば1億円を運用した時のメンタルと、えー、なんだ、えー、5万円を運用した時のメンタルじゃ全然違うと,、うん、とか,なんかいろんな話ができると思う。 そんな感じですかねはいということでいただいた内容に対して回答させていただきましたまああとですねその、えー「毎日が冒険」ですねはい読んでいただいたみたいで、うん、そうあれはね僕ねまあ読んでいただいたんでもう分かると思いますけど僕当時22とかだったんですよねで 本,本を読むとか超嫌いなんですよ。てか活字を読むって。まあ、勉強嫌いだったんで。ただ、まあ、あれ読んでいただいてるのは分かると思いますけど、あれはね、書き方がまあ独特なんですよ。ね、なんか、広末涼子を2回殴ったなんちゃらなんちゃとかね、<laughs> 最後なんか、ぶん殴ったみたいな、なんか書き方がね、特殊なんですよね。だから、すげえ読みやすくて、なんか、バカな僕、バカな僕がめっちゃ読みやすいっていう。うん、バカなんか、すげえ僕にはすごく読みやすかったんですね、あれ。 で普通の本の書き方じゃないんですごく面白かったですね。うん、であとはあそこの,その要はその友達の家に行った時にあの本を置いてあったんですけど要はその友達が自己啓発の,その高橋歩さんとかがと同じでは分かんないですけどあの,そのなんかある怪しいセミナーに行ったっていう話があると思うんですけどあ,あれに友達が行ってたんですよ。でそ,のそれの話も聞いたんですけど でそ,そ,れをつその絡みであの本をなんか買ったっぽいんですよねで俺そ,俺その行ったよみたいな言ってたんですけどそうあのなんかあの田舎のバスバスに乗ってね田舎でみんな降ろされて1,000円稼いでこないとダメだみたいなねで最初大丈夫かみたいなね結局みんな1,000円作ってくるみたいなねそうそうまあそんな感じであれは面白かったですねうん 今度ねそう、高橋 M さんの新しい本を僕ちょっとレビューするんでそれもいいんじゃないですかまだ読んでないですけどそうそうそう、はい、まあ頑張っていきましょう、はいまあ、YouTube 番組はちょいちょいまたあの7月にもなりましたんで、えー、コンテンツ、まあ、まだちょっとアンケート取ってる部分あるんでねあれですけどアンケートちょっと落ち着いたら、えー、コンテンツの方作って追加していきますんで、まあ、今月中には全部終わらせますから楽しみにしててください では、ありがとうございます。